どうも芸人×プロセスでございます。吉本芸人大野宝と申します。よろしくお願いします。さあ涌井さんじゃない、坂本さん、ホーム画面自治部西武ライオンズということで無課金上がりでございます。よろしくお願いします。いいですね、このキャプテン。そう、今日使う選手はこちらでございます。侍ジャパン坂本勇人選手です。ありがとうございます。さあ、無課金やかということで大会はガチらないので早速継承いたしました。スピ3803、うん、3ですね。でショート特殊で A にしております。はい。でミッパー同値8282ね。でパワー走力 B と、ということで、まあいいっすね、ほんとね、綺麗。このね、坂本勇人さん、今年の坂本勇人さんはね、最強っす、最強。まあこれ見てもね、ショート申し分ないよね、もう坂本勇人さんでいいじゃんって話。で、パワーヒー広角固め打ち、まあここも申し分ないですね。まあここがね、パワーヒー広角チャンスとかだったらね、まあでも坂本勇人さんチャンスのイメージは確かにないからね、まあ固め打ちかという感じではありますね。で、坂本勇人さん、今日ね、2試合 A ランク戦やっていきたいと思います。で、昨日ね、山本由伸さんの動画撮ったんですけど、放送してたんですか。で、無課金赤の方ね、できなかったじゃないですか。試合がちょっと白熱しすぎて。なので今日ね、ちょっと吉野さん先発させてっていう感じで、いきたいと思います。で、その前ね、称号チャレンジでいきましょう。に、坂本勇人いるんで、まあね、ここはもうね、侍ジャパンなんで、極主5枚。一気に行きたいと思います。やっぱ侍ジャパンはずっと使えるからね。狙う称号はね、脅威のスラッガーか勝利の使者なんで、もうここ5枚っす。5枚いきます。まあ、どっちか出てくれば嬉しい。お願いします。道地は崩したくありません。いけ、打撃を極めちゃった、極めちゃった。これもいいんだけどね。じゃあもう一回いきましょう。まあね、まあさっきも言った通り、脅威のスラッガーか勝利の使者、この2択お願いします。坂本勇人来い。稲妻。はい、じゃあオーダー見ていきましょう。坂本勇人さん、ショートですね。一択ですね。ショート一択、勇人さんということで。打順が、1番ですね、今日は。はい、坂本勇人さん使ってみたので、1番でいきたいと思います。ぜひともね、まあ、ホームラン打ちたいな。まあ、ミート型になったんでね。でも、84、83って結構やっぱ強いっすね。嬉しいっす。オッケーオッケーで行きましょう。ランク戦2対5。はい、相手の方、菅野投手ですね。これは2020シリーズかな。さあ行きましょう。パワーヒー広角出てます。オッケー行こう。かっこいいね。サムライジャパンのユニフォームかっこいいわ。行こう行こう。さあ切り替えていこうか。もう切り替えよう。人生切り替え重要よ。OK、全然いいよ。まあギーテが結局ホームラン打つのよ。結局ね、坂本勇人さんのミスはギーテが補うと。 OK、ありがとうございます。まあまあまあ、こういうことよ、こういうこと。これがやりたかったのよ、勇人さんの打席でね。まあ OKOK、いいでしょう。まあしょうがない、もう一回回したい、勇人さん。はい、ナイス。おい、ホスト誰？え？オッケー、田淵で5アスで決めようか。田淵で5アスで決めようか。ちょっとなんか合ってないよ、今日全然。なんかスライダーに合ってないな、今日俺。俺がね。田淵さんじゃなくて俺が。オッケー、これはもうヒットだよ。これヒット OK ないです。さあ、正隆さんがここにいるんだよね。これが大きいんだよね。いつも2番打ってるやつ。 OK、 これもヒットだろ。ナイス、いいよ。こういうね、ちょこ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 。はい、そして外、もう打ちやすさレベチ、外ホームラン行くよ。行こう。ワンシュー、外めっちゃ打ちやすいよ。あかんあかんあかん。で、今日の裏企画ね。今日の裏企画、山本由伸。今日の裏企画、昨日に引き続き山本由伸、サブライジャパン。これは何？うまい。OK、ライト OK、ライト OK、ライト OK。隼人さんか、ここゲットシフトだな。ここのスプリットはね、結構効くのよ。これ取れるよ、取れるよ、取れるよ。
なんかさっきの攻撃と似てるな、俺の攻撃と。なんか変な、バント？おい、バントで送ってくるってなかなかないからね。ここまあ、あの勝負の前進守備ですよ、今日も。昨日に引き続き勝負の前進守備。ここの寿司のサッと引っ掛けろ。 OK、ナイス。もう一丁振ってこないね。で、ここのスプリットだね。危ない危ない、これ危なかった今の。絶対危ない今の、今の絶対ダメ。もう振ってこい。 OK、勝負の前進守備。あれ勝負の前進守備してたよね。え走ってきてたか今。やられたな。まあしょうがないしょうがない。まあそういう点のね、まあ取り方ってのもありますから。うん、振ってこないね。一球、ここの甘めのスライダー、これボールでもいいんだ。ああ、じゃあ一球ここのスチーム。オッケーいいよ。ここのスプリットどうですか。吉信山本、うわー、山内さん、山内さんやられてか、今日吉信さん結構打たれてんな。やばいやばいやばい、吉信さんやばいよ。裏企画なんですから吉信さん。もう一球いこう。 OK、 ここのスライダー振ってほしいな。 OKOK、 ここ振ってくる方、ここ振ってくる方だったらもう一球いく。オッケー、これやっときゃよかったな。最高、丸さん。丸さん、最近ね、セイヤーから丸さん使ってるんですよ。ここでいこう。これどう？落ちる？落ちる、落ちる、落ちる、落ちる。センター誰？さあ、セイヤーいこう、セイヤー。セイヤーに任せたぞ。うちのセイヤーはアーティストなんですよ。おい、ナイボー。ナイボー。オーケー、ボール見えてきてるよ。これ落ちて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 落ちない。村上さん、宗隆に託した。もう、ま、あのもう一人出てほしいのよ。あの勝って負けてもいいから、もう一人出ないと早田さんが回んないから。 OK、 ナイス。 OK、 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 回して、これよ、これが俺よ、結局回すよ。最後、林さん。さあまず1球目。ナイス。お決めたらかっこいいよ。はい。ランナー走りませんね。お決めたらかっこいいぞ。オッケー。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね。まあバッターのためにストレート打った。セカンドも。とりあえずさ、2試合目です。とりあえずさ、坂本勇人さんで、あのヒット打ちたい。ヒットが打ちたい。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ延長に入りました。隼人さん次です。さあその前にちょっと楽になりたいから、ここホームラン行こう。言わないせん、せいやで行こう。ナイス。ナイボー。あかんあかんあかん、今の手出しようか。最後、早田さん、ここだよ。ここがラストチャンス。打順がいいところなので、ナイスセン、いいよ。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで得点集中していこうぜ。勝利に近づきますから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですね。ナイボー。はい、外のストレートがストライク。156キロ。 OK、ナイスセン。これが5球目。Yeah!